そう、ホンダのマスク。あ、そう。そう。やった。千葉に来ようと思ったんですが、じゃーん、定休日でした。閉まってました、残念。今日は2日目です。今からちょっと沖縄ぜんざいやってみよう。現在入ってる下、沖縄現在って名称やからな。めっちゃ美味しい。和黒糖めっちゃ美味しい。美味しい。あ、めっちゃ美味しいわ。白玉ちゃん。ここ見て、ほらここから作ったらあんこが、あんこがいっぱい。うまいですか。めっちゃ美味しい。あんこの粒めっちゃでかいですね。でかい。でかいね。ね。どうやって食べるのが正解なんですか。まあ私は一旦全部溶かすっていうか。ああ、確かに味が。サクサクして下に全部。東京ってベタってやってるんですか。ああ、うん、ね。食べ方があるんですね、いろいろ。めっちゃ美味しいですね。あれ。あともっと甘いのかと思った。まあ、ね、そんなにすごい自然だよね。めっちゃでかい。白玉ちゃんも。なんでジェンジャーって言うんですか。うん。まあ。葉っぱかと思ったら、ちゃんとおしべっていうんですか。おしべがついてる。でもこっちの方がいいかも。それは、うん、そう。さっき切ったもの。あ、はい。これにしましょう。これも。これも。はい。砂糖とか、パイナップル。チューインガムみたいに噛んで、味がなくなったら手してください。はーい。300円です。ちょうどね。ありがとうございます。マンゴーめっちゃでかない。めっちゃ見えるんだよ。切ってやるんですか。どうせだったら、はい、かじりながらを取ったりね、カイキちゃんがかじってんの。預け荷物。預け荷物。飛行機の上で降りてほしい。あ、飛行機の上で。あ、持って入ることもできるんですかこれ。あ、ほんならそうしたらいいや。大丈夫です。これとあの引くなんかあれないのか、ちゃんちゃん。これこれこれ。これ。
バチこれこれが指にはめて、え、これですか。そう、でもあの最初はね、これ扱うのも難しいから、でもみんなピックでやってるの。あ、そうなんでもいいんですよ。じゃピックはピックでいいか。じゃこれだけ、すいません、これだけね、はい、入れちゃいました。あの無駄の人を倒してくださいね。はい、売ってますよ。黄色かわいい。あ、馬じゃなくて、ここのカラクイか。カラクイ買って、これ太いんですよ、大体。あ、自分のこうやって安いで削りながら、ちょうど半分で三味線買いました。70センチ。ちょっと家で練習してみたいと思います。はい、下から始まる。ああ、空手の名手ね。悪魔を弾き飛ばす。一般の家も。